見て、結構簡単じゃんこれ。どこをどう真似たらそんなポーズになるんですか。え、違う。早く仕事に戻ってください。はいはい。こっちがお母さんの部屋。おそらくずっと二人で暮らしていたようです。あれ、美和さんのお母さんの職業ってなんだっけ。看護師でした。にしては遺伝子系の専門書が多いね。確かに。エルマー遺伝子、聞いたことないな。幻の遺伝子だからね。幻。1987年南米であらゆるウイルスに強い免疫力を持つエルマーという少年が発見されたの。その少年を調べると免疫に関する MMC3 遺伝子に変異があることが判明したの。この遺伝子はその少年の名前から取ってエルマー遺伝子と名付けられた。そんなにすごい遺伝子が存在したなんて。